ボートレースアシアサンライズレース日刊コム杯、さあ優勝戦です。メンバー1号艇東京の大池祐希、2号艇東京の三浦啓太、3号艇福岡の岡村啓太、4号艇大阪の北村誠司、5号艇福井の石田誠吾、6号艇福岡の山市哲也、以上のメンバーです。本番は枠なり、今1号艇の大池祐希があります。初日のドリーム以外は2連体とさすがの走り、モーターも手応えあり。さあ大池の陰線、2コース2号艇三浦啓太、芦屋は3連続での優出です。3コース3号艇岡村啓太、大得意の地元芦屋プール、トーチ10回目の V をかけて、角4コース4号艇北村誠司、直前の平和島に続く優勝、そしてトーチ連覇をかけて角戦、5コース約1年ぶりの頂点をかけ頑張ります。5号艇石田誠吾、大外6号艇山市哲也、地元プールさすが大崩れない手堅い着取りです。3対3、1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。優勝戦の第12レース、2号艇の三浦がスタートを放ちました。1号艇の大池も出ていきます。先前は1号艇の大池祐希、刺した2号艇三浦啓太、間を割ろうと3号艇岡村啓太、押し切っています。1号艇の大池が先頭、スタートは前提正常でした。先頭1号艇大池、2番手は2番と3番が設定2マーク、トップで1号艇の大池祐希、2番手2号艇の三浦啓太が回って、刺した3号艇の岡村啓太、刺し入って2番手は3号艇の岡村リード、2号艇の三浦が3番手、レースは2周目と入りました。先頭は1号艇の大池祐希です。2周1マークから向こう正面へ、2番手に3号艇の岡村啓太、3番手2号艇の三浦啓太、上位3艇は1番3番2番、その後ろは4号艇北村誠司と5号艇石田誠吾が設定、最後方6号艇山市哲也となっています。2マークからホーム側、トップ1号艇大池、2番手3号艇岡村、3番手は2号艇の三浦、1、3、2の上位体系、レースはこれより最終周回です。先頭を走るのは1号艇大池祐希、後枠しっかり押し切っています。今年3回目の優勝が見えてきました。最後のバックストレッチです。2番手は3号艇の岡村啓太、そして3番手2号艇の三浦啓太、上位3艇は1番3番2番、この決着3連単は8倍となっています。先頭は1号艇大池祐希、ドリーム除けば2連体とさすがのさばき、ラストもさらいます。芦屋は2度目、通算では G1 を含め32回目となるシリーズの頂点が目前。1、3、9の体系でゴール、先頭1番大池優勝のゴリン、3番ゴリン、2番ゴリン、4番ゴリン、5番ゴリン、6番ゴリン、以上優勝戦前提ゴールインしました。